こんにちは、神田場です。今日は休日のお昼ご飯を作ります。言ってももう2時半なんですけど、始めます。ゴヤ、ごま、お砂糖、よく和えます。ちょっと醤油、ごま油、一品完成。そしたら今日はこの100均でパスタを茹でれるやつを使います。パスタを入れる。パスタを入れ、水を入れる。塩。このまんま電子レンジでチンします。その間にずっと昔に買って冷凍してたタラ、もう食べないとやばいので。フライパンでバターとニンニクみじん切りにしたやつ。ここでタラを焼く。すごい静かでしょ。まだ眠いの。そしたらここにしめじ。エプロンするの忘れてた。まあ、いっか。トマト缶。塩コショウ。もお皿。久々に使おう。盛り付け、さっきのゴーヤー、あと茹でといてずっと食べたかったブロッコリー。お、パスタができたっぽい。ドーンで湯切り。パスタの量をここにオリーブオイル若干つけちゃう。ドン、混ぜる。フィーで、ソース、仕上げに貝割れ大根入れる。やばめ、できた。ででん、余り物プレート。それではいただきます。やばいね、緑と赤みたいな。いただきます。うまいじゃん。へー、クックパッド見ながら真似して作ったゴーヤ。醤油もうちょっと足してもいいかな。足そう。でもいいね、ごまとゴーヤ。これもなんかまとめサイト見ながら作ったけど、うん、うまい。ずっと食べたかったブロッコリー。テレビで学校行こうの再放送がやってる。やば、告白のやつや。ごちそうさまでした。あー、めっちゃうまかった。パスタ、あー苦しい。今日は夜はお仕事です。軟式の。え、夜はっていうか、やば、そっか、え、もう準備しないとやばいわ。あー、準備しまーす。やばいやばい、未成年の人やばい。